どうも、キョピニです。ということで始まりました。やってしまいました。数々のワンオクグッズであったり、ワンオクの CD、アルバム、いろいろ購入してまいりましたけれども、まあ、抜けてるところもあるんですけれども、なんで抜けてるかと言いますと、僕の母親がですね、10月にですね、誕生日ということで、アイ・オブ・ザ・ストームジャパンツアーのチケットをプレゼントしました。で、一緒に行きました。僕のお母さん、めちゃめちゃ喜んでました。それでですね、すごいことにですね、僕のお母さんですね、ワンオクロックにハマって、もう CD、もうアルバム、もうアルバム全部貸してって言ってくれるぐらいハマってしまって、もうなんだろう、もうチョムちゃん以上にもう詳しい、なんなら僕の知らないことまで知ってるから、結構すごいとこまで来てます。で、今アルバム貸してちょっとないんですけれども、まあそこはご了承ください。話を戻しますとですね、これまでにたくさんの激レアの CD だったりアルバム購入してまいりました。見ての通りこちら、あ、ちょっと映ってない、こっちの上段にですね、比較的レアなアルバムだったり CD を飾っております。ここだけでもですね、40万はします。やっぱりワンオクロックの激レア CD だったりアルバムってもう今ではすごい高いですから、もうね、やっぱり早めに買っておくのが一番だと思います。こんだけ買ってきて気づきました。高いお金かけて激レアの CD とかアルバム購入しないようにしようかなと思ったんですけど、今回買ってしまいました。いきなり紹介するんですけど、ツタヤレンタル限定のアルバムになります。自分ロックです。こちらを買った経緯はですね、僕ツイッターやってるんですけれども、まだまだだなキョピンヌ、これをまだ購入していないじゃないかっていうコメントをいただいたので、あ、購入しないとダメだと思ったんで購入しました。こちらどんだけレアなのかと言いますと、これもう言っちゃいましょう、わからない、まあまあレアだと思います。でもこちら購入した額はですね、そこまで高くない、意外と手軽に購入することができましたので、なんともね、激レアとかふざけたことは言ってらんないなということで、残響リバレンスの初回限定版のやつはですね、ブックオフとかで普通に売ってるとか売ってないとか、そういう話をよく聞きます。なんで今正座してんの。でもこちら今回購入しました。比較的安い額で購入できたんで、めちゃめちゃ嬉しいです。で、こちら何なのかと言いますと、まあ、さっきも言った通り、こちらレンタル落ちしてるやつです。正直なところ、これ汚ねえです。はい。いろんな人がめちゃめちゃベタベタに触って、ベタベタに触ったかわかんないんですけど、レンタル専用って書いてあるんですよ。とても汚いです。これは普通、レンタル専用でしか、こうやって手にすることはできないんです。で、ましてや、レンタル専用なので、これをずっと手に持ってるってことはできないんですよ。レンタルなんで返さないといけないんで、なので、レンタル落ちなんで、これずっと僕持ってられるんですよ、これ。で、これちょっと見てほしいのが、いきますよ。1曲目、自分ロックからスタートします、これ。で、自分ロックで、2曲目、恋の相棒、心のクピド。で、3曲目、必然メーカー。4曲目、内皮心象。ここで、完全感覚ドリーマーという風にめちゃめちゃなセトリとなっております。これ、昔の曲も収録されてます。なので、もうこれ、めちゃくちゃです。ツタヤさん、めちゃくちゃです。エクストラトラックということで、ここにですね、完全感覚ドリーマーのライブ映像が潜んでます。これね、なかなかレア映像なので、購入した人にしかわからない映像となっております。こんな感じで近くから見るとめちゃめちゃボロボロ、なかなかな強者ですね。こちらの発売日がですね、2010年4月28日ということで、完全感覚ドリーマーとかニッチシンドロームのアルバムが発売される、まさにそういった年に発売されたものですね。で、一つこれ買って後悔していることがありまして、これどこに置けばいいの。見ての通り、これ棚全部埋まってない。お母さんからのアルバムが帰ってきたらですね、もうこの棚満員なので飾りようがないんですよ、これ。だからといってここにどうする、新しい棚ボンと置きますか。またそうするとですね、これだけ飾ることになるんで、これ、ね、どうしようかなと思った時に、どうしようかな、こうする絶対おかしいよね。一旦ちょっとこれで飾らせてください。ということで、今回はワンオクロックの激レアアルバムを購入しましたっていう動画です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram やってますので、下の概要欄から飛んでいただいてフォローよろしくお願いします。ピピッ。